どうもピアキングです。今日はですねコースを始める前にみんなに一言だけ言いたいことがあるんですよ。最近壊れを求めすぎてやしないかコメントで多いんだよそういうのが。最近もっと壊れてるオープニングのピオキングさんが見たいですって。何を求めてんのみんな。今日は絶対しないからね。それじゃあこのコースやっていきますか。クリア率は 1.65%。 だいたい壊れちゃうオープニングを求めるみんなの方が壊れちゃうと思うよ。僕絶対ヤバいやつだって思われてるからね、このオープニングのせいで。でも僕がどれだけ必死に笑いをこれやってるか分からんめちゃめちゃ必死にやってるんだよ。じゃあ今回はこのドロールコースやっていきますか。ビャー戻ってきたねマジで今日普通に入るんだねって思った方結構いると思う。まあこういうコース詐欺っていうのもたまにはいいんじゃないんでしょうか。で今日のドロールコース、じゃあガッツフラッグシャープジークということで、根性の旗っていうことなんじゃないかな。ってことは根性でゴールを取りに行けと、そういうコースですね。それじゃあ次こそ本当にやっていきますか。クリア率は 1.65%。 まあさっきのオープニング詐欺するためにコースの中身を一瞬だけ見てしまったね。速攻でスタートして即やめしたんだけど、ここででもスタートしてコースを出るしたから、まだ中身は何も分かってない状態です。さあ始めていきましょう。まあ最初は何か降ってくるっていうことはなさそうだ。じゃあここでオンオフをして一旦何もしないで待ってみようか。開幕エンジェルハダー。じゃあハテナを叩いた瞬間すぐ右に出す。これで先に進めませんね。出してよこのトロールコースという世界からじゃあやめてしまえ。トロールコースするのが嫌だったらみんな勘違いしないでよ。僕はトロールコースをやることを今まで一回も嫌だなんて思ったことはないことはないね。まあ感謝してるぐらいだよ正直に言えば。じゃあここはブラックパックンは倒れない。これ下に降りてっていいの？もういかにも罠だよな。何も来るな。踏んでも何も来るなよ。頼む何も。雑魚引っ込んでろー。ごめん今日テンションマックスキングかもしんない。この初代スキンのソラステージの音楽僕めちゃめちゃ好きなんだよね。これテンション上がんない？パンタラパンパンパンタランパンパンパンみたいなここで普通に戻すな。ちょっとクールダウンしてしまったじゃないか何もないのねまあこの音楽の方が落ち着いて実況できる気がするね。ソラステージと地上ステージでさテンション変えようか。地上はテンションマックスでこっちはめっちゃ落ち着いてるみたいな感じでさ何入ってんだそこは今入るところじゃないよ。絶対に隠しブロックあるだろ。バブルかなんかか。テレサが来て、うん、綺麗な万華鏡。でもこの先まだ未経。誰がうまいこと引用不明と言った。この先まだ未経じゃねえんだよお前の頭の方がまだ未経地帯だよ。誰も読めないお前の頭の中身は。さあこっから先絶対何か来る。落としてくるか下から何か来る。でもゆっくり行こうか。あえてゆっくり僕はこの先に進みたいと思います。キノコが出てきたな。下に降りないのねキノコ様。この地上ステージの音楽だったら意外と落ち着いてやれるかなと思ったけど意外とやるもんだなじゃあここは一番右の本部からキノコが出てくる。そのキノコを通ってすぐ右に行けっていうことでしょ。あえあのつらら落ちんのね。押し出されるなんて知らなかった。じゃあ右行けないのかな。一旦しゃがんでおいてみる。しゃがんでおいて右押しっぱ死ぬアンプだね。キノコ通ってしゃがんで先抜けれないのかな。しゃがんで一旦右押しっぱ取れちゃんと取れ。ちゃんと取らないところも可愛いだろ。じゃあここでしゃがんで右押しっぱしてもダメなのね。どんだけ。全然進んでないよこっから。ちゃんとしよう。でもそういうピオキングも萌え萌えキュンでしょみんな。キモすぎ。じゃあここはパックンが3体いるね。これジャンプしたらあなんかオンオフが変わりそう。なんか変なことしたらさで上に進めなくなるみたいだ。いやこれどうすればいいんだろうね。ゆっくり行ってみる。ゆっくり。まだここの行き方が分かってない。分かっているのは自分がうるさいということだけさ。これ定期的に出るよねこのワード。ここはまだ何もならない。でもう一個右に行こうか。この状態で上に進めたっけ。あ進めるんだね。パックンの先ってさ当たり判定あんまりないもんね。ここにジャンプしていく。そしてあのフラワー取っているかい。バブルは出てこないようだ。じゃあこのフラワー取ってすぐ右に逃げる。キャッよしよしよしこの野郎パックンが全員倒してやろうか。さっきはよくもやってくれたな。そしてここで溶かして、これどうしよう。一旦そのまま行ってみる。そのまま行っていや何があるの。なんかブロックがあるよこの先は。バブルここちょっとマジで考えていい。向こうにバブルがあるでしょ。でこのリフトのあしゃがんでいけばいいのか。こうやってしゃがんでいけばなんかリフト落ちないね。大丈夫よしよしよし。で中間ポイントゲット。何も来るな。絶対に何も来るな。オッケー
流れが早いあの中間だったね。そしてここのスネークブロック信用していいのか。いや今日は信用しない。僕が乗った瞬間左行く。それでスネアー、いや絶対このスネークブロックガリガリに当ててくると思うじゃん。いや罠が巧みだね今回も。どっか行ってるスネークブロックが。そしてここはピーチャンしていけばいいのかな。そんなテクニック持ってくる。じゃあここはピーチャンして先に進んでいく。どこに行ってんだいやこの罠めちゃめちゃ好きかもしんない。え今の面白くない？だってジャンプして風に飛ばされて上に飛ばされるみたいな。いやじゃあここはさすぐ左に逃げればいいの。あーなるほどね。そしてここは下か上か、うわどっち行こう。下に行ってみようか。なんか上罠っぽいような気がする。土管か、どか、なんもないな。誰にやられたんだ、愛しのマリー。じゃあ次はさ、この上に登っていこうか。隠しブロックとかないかな。左から行こうか。このね、雲の下、絶対どっちか隠しブロックありそうな予感がプンプンしない。そしてここはパウを叩けばいいのかな。それとも右のあの四角の枠、すごい気になるけど、一旦パウを叩いてみようか。ええ、ちょっと待って、僕右入力してないからね。はい、今なんでやられたんだろう。え、なんでなんで、え、パンを叩いた瞬間ね、やられたんだけど、ちょっともう一回やってってみていいかな。間違えたー。ここね、マジで何もしてないんだけど、やられたんだよね。次は左押しっぱまんまして、パンを叩いてみるね。真っ黒クロスケー。左がダメってことが分かった。じゃあ上に行くしかないんだけど、この中隠しブロックとかあるんかな。あ、メットがパンを叩いてくれるっていうわけね。そして、やっぱすごく怪しいな。これ上から撮ってみる。いや、なんもないのね。右上にはチョロプ、あなたが出てきたのね。成敗されるでござる。じゃあここは、急いでいく。あらあら、そんなに急がなくても大丈夫ですわ。ここはゆっくりと落ち着いていきましょう。そして、忍者さん邪魔ですわ。ここの砲台は危ないよ。よし、オッケーオッケー。出させないようにしておく。そしてすぐ右の土管にダッシュして入っていく。土管に入れませんね。ごめん、なんかいつもの土管に入れませんねっていう声じゃなくて普通の声が出てしまった。まあたまにはいいか、普通の綺麗な声っていうものさ。この美声キングのここはどうしようか。蹴る。何もしない。何も来るな。ピャン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 。真面目にせー。はーい。いや今日のトロールコースめちゃめちゃ楽しいわ。なんかさ、普通のトロールコースって感じがしない。めちゃめちゃ普通、ザトロールっていう感じだね。そしてここは右は何もない。絶対何かある。だから乗った瞬間すぐ右。オッケーオッケー。絶対なんか来てると思ったんだよ、このドクラリフトが。僕に分かってないと思ってるのか。それは分かるか。ここ上でよかったよね。確かそうだったと思う。もう下行ってやられたからもう上しかないんだけど。50コインよ、あなたを取っていいのかい。あ、大丈夫そうだね、今日の50コインは。そしてここで中間ポイントを取っていく。今日めちゃめちゃ中間ポイントの取らせ方が優しいね。じゃあここでタロのコーラを履いて。いや、これは僕の勝ちじゃないか。なんでだって。魚を討伐したから。うるさい。ここで骨状態になっておけばよかったのか。そしてここで蹴っていくみたいな。ああ、なるほど、なるほど。さすがカポン名人だけじゃなくスポン名人にもなれたね僕は。そしてここで乗っていく。これでいいのかな。まあ今のさ、まあ今のっていうかこれ入っておく必要なかったよね絶対に。そしてここでパックンを倒していく。一旦何もしないよ僕。50コインの方信用していいのか。いいわけねえだろあんなところ。そしてここは、あ、この土管に入っていけばいいのね。ちょっと待って、え、こんなことってある。これ地区は降りないんだけど。もうカロンの甲羅がさちょいちょい跳ねてるから。え、どうしよう。分かった分かった、脱いで。脱げないのね。じゃあ一旦死んだふりして入っていく。今のめちゃめちゃ上手くないかな。そしてここはどうすればいい。え、なんか動けないよ、なんか動けないよ僕、何もできないよ。え、なんで死んだふりしちゃったの。はっはっはっ。これちょっと待ってって。マジで何もできない。今さ当たるところだったんじゃないのかな。当たってやられるみたいな。ちょっと待って、マジで何もできないんだけど。ガマ発見しました。いやそもそもね、ここの土管の入り方が間違ってたんだよ。ここでカロンの甲羅を捨てて土管に入らなきゃいけないってことだね。そしてパワーが降ってくるからすぐにジャンプ。これだねきっと。ピーッ。ジャンプしたらいけないってことでしょ。そしてすぐ上にジャンプかな。あー、これでいいのか。パウブロックをジャンプで叩いたらいけないってことだね。そして上はハテナブロックとか隠しブロックはないようだ。じゃあこれは何が出る。
バーネン。そしてここで、いや今のナイス反射神経だったんじゃない？絶対左に行かされてたよね。そしてバネン閉じ込められてたみたいな。本当面白いこのトロールコース、難易度めっちゃちょうどいいしね。ここは右下っていうことはないと思う。じゃあ土管に入っていこうか。右下もすごく怪しいけどね。そしてここは右のオンオフをまず最初に叩いてみる。できないか。絶対キノコが落ちてくると思うけど、違うマンボ落ちてきそうなんだよな。頼む、キノコで会ってくれ。どうなんだ、黒色だけキノコが。じゃあどうするの、ここ右叩いてもオンオフは変わらないから一旦待っておこうか。何もしないでさ、トゲゾウが降ってくるの待っておく。そそんなことで僕が落ち込むと思っているのか。落ち込んでるよ。1回目、2回目がキノコ。オッケーオッケー。そしてここでオンオフをしていけっていう感じでしょ。そしてここ、ゴールがある。え、でもこの鍵扉すげえ怪しいね。ゴールはさせてくれんのか。やだよ、ガシガシで。いや、やっぱり全部がブロックか、なんかそんな予感はしてたんだな。ここは、いや、ダメか。いや、もうこんなところまでいらねえんだって。あ、でもさ、あそこにドアがあるじゃん。だからあそこに入れさせてくれる、戻ってさせてくれるっていうことなんじゃないかな。ごめんね、噛んでしまって。You broke、あなたは壊す the rules。なんかルールを壊せってことなんかな。ちょっと待って、右やばくない？え、右めっちゃカーニバル状態なんだけど。え、この右に進めってこと？右に進んだらなんかあんのかな。頼む、なんかあって、こっから右に。フェスティボー！ただここまで来れば僕はゴールなんてもうお見通しさ。ここでキノコを取ってあのガリガリの中に入る。そうしたらゴールがあるんじゃないのか。頼む、そこにゴールがあって、やった。いや、このコースマジで難易度ちょうどいいで、どんな方でも本当におすすめできるコースです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、絶対にクリアできないコースということで、で説明文にね、ネタです、こういうタイトル系のコースって結構ありますよね。確かにあるね。まあよく見るんだけど、でやってみればわかると思います。難しいギミックなんてありません。ビューアーで見てもらっても構いませんって書いてるんだけど、これツイッターで教えてもらってさ、乱数調整がどうたらこうたらって言ってたんだよね、ツイッターの内容で。で、乱数調整って何なのって思って今 Google で調べたんだけど、運やランダム性が要素として存在しているゲームの一部で可能な特定の操作によってランダム性を自由に操る行為であるって書いてたんだよね。まあ一言で言えば運ゲーだと思うんだよね。まあ一発マリオって運ゲー要素強いの結構多いんだけど、このコースクリアできるかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.04%。まあ、テクニックとか何も関係ないからね、とりあえずあのドアに入って何があるかだよね。まあそれもね、ツイッターでちょっと見させてもらったんだけど、このドアに入るじゃん。そしたら氷ブロックとバブルがね来るんだけど、このバブルの出る位置が氷ブロックのところ全部ぴったりに来ないとクリアできないみたいだ。これマジでどうやってクリアしていくんだろうね。じゃあ開幕速攻右ダッシュしていく。これでどうかな。これでバブルの出る位置は、うわ、惜しい。あっつ。じゃあ次歩いていってみよう。歩いてドアに入る。これでどうなる。1個とかそんなことしないでくれって。せめて2つは溶かしてくれよ。いやマジでわからん。もうこうなったらタイムで見ていくしかなくない。この辺は何もないのかな。何もないね。じゃあ290秒ジャストになったら入ってってみるわ。それでどうかな。頼む、これでクリアして。僕これいつまで喋り続けてればいいんでしょうか。いや、クリアする見込みもわかんないさ、どんくらいでクリアできるみたいな。もう完全に運ゲーじゃん。うわ、すごい。でもこんなコースあるんだね。確かに絶対クリアできないコースだわこれ。まあ一個一個探っていこう。常に右ダッシュ、そして壁についた瞬間スピンジャンプしてドアに入っていく。これでどう。はい、ダメ。じゃあ次はスピンジャンプ2回だ。スピンスピン、これでどうですかね。もうこれでどうですかねしか言うことがない。マジでもう嫌だこれ。もうやっぱやめていい、このコース。ごめん、今日クリアテイク乗せれないかもしんない。じゃあ次はスピンジャンプ10回で行ってみよう。スピン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 。さあこれでどうですかね。頼む、これでクリアしてお願いします。神様、神はいないのか。ドアの入る位置なんじゃない。ドアの入る位置を確認しながら行ってみようか。ここ一番左ギリギリドアのところに入ればどうなるか。3つ、いや2つか。2つ解けたね。だからちょっとそれより右側で入ってってみるわ。それじゃあ次は一番左からちょっと右に行って入ってみる。
何このゲーム、僕が今何をやってんの。マリオっていうゲームを楽しみたいんだけど、タマのドアゲーやってるよ僕。じゃあ次は左寄りの真ん中で行こうか。いやなんかごめんね今日の動画こんな感じでさ。一個くらい溶かしてくれよ。てかさ、ドアの入る位置によってクリアできる方法が変わるとかマジで鬼畜じゃない。だってチョンだよ、このチョンでも未来が変わるってことでしょ。それをどんどん手探り状態で探しながら行くとかさ、こちらの鬼畜じゃないですか。ちょっとこれで何とかやってってみるわ。もし制作者さんがいたらね、答えをマジで教えてほしい。これどうやったらクリアできんの。あっあっあっ、いや待って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 、ちょっと落ち着こう落ち着こうこれマジでクリアした、やったいや無事クリアできてよかったんだけど、なんでクリアできたかは謎だね。やっぱりドアの入る位置なんかな。本当に制作者さんいたら教えてください。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。